日本埼玉県所沢市松、郷松号は、埼玉県所沢市の大技。郵便番号は359-0027。所沢市内の東部に位置し、松井地区に所属する。近隣の信号、東、所沢和田、上安松、下、安松、牛沼と隣接する。市内を東西に国道463号が通り、松号交差点を交点に、伊北は、 埼玉県道126号所沢堀金、か山線、以南は東京都道、埼玉県道24号練馬所沢線となる。関越自動車道所沢インターチェンジから道、松号交差点までは自動車で約10分程度の距離、また JR 東日本武蔵野線の東、所沢駅から最も近い区域までは徒歩で10分程度の距離にある。地内を、 西から東に東川が流れている。住宅地の地下は2015年1月1日の工事地下によれば、松郷118番旧街の地点で12万7千円平方メートルとなっている。かつては埼玉県入間郡、松井村の村域であった。2017年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。地内に 鉄道は引かれていない。最寄り駅は JR 東日本武蔵野線東所沢駅。私立小中学校に通う場合の学区は以下の通り。1988年公開のスタジオジブリ映画、隣のトトロで主人公の家がある場所は松郷と呼ばれる集落であるが、これは当地が舞台とされている。また、町域の一部が所沢カルチャーパークとなっており、 雑木林など当時とほぼ変わらない風景が園内の一部に保存されている。なお、作中では、松郷から主人公の母親が入院している七国山病院まで大人の足でも3時間かかるとされているが、当地から七国山のモデルとされる八国山緑地までは直線距離にして約5キロメートルである。ありがとうございます。